すごい、取れたてだけで唐揚げにしてくれてね。何匹ぐらい食べられるの？2匹ぐらい。あの赤いのだ。よし、では。はいはいはい。でもこの後ね、イチゴが肉んすよ。唐揚げでも別腹で。別腹で、別腹で、なるほど。あの赤いの気になる、ね、いきます。あっ、そんなちょっと待って、ちょっと美佐子さん、ちょっと餌そんな垂直になることある？あれ、ピーみたいになってるけど、あれなんかちょっと、ちょっとなんか落ちそうなんだよね、大丈夫かな。餌や、とりあえずまず餌やりたいけん、餌やりたいけんと思います。最低のことはね、餌やり体験。ただの餌やりですよ。やだ、悔しい。30分って時間制限ある理由わかるね、これ。無限に釣れるね、一応。釣れる。めっちゃ暴れる。暴れる。なんでそんな。あ、いけたんじゃない？あ、いけたんじゃない？あー！上上にね、横にするとね。あ、悔しい。お、ミスくれた。あ、やばい、負けた。人数光ってんのに。人数光ってんのに。まだね。あ、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 お兄さん。魚が落ちちゃった。寝坊されてね。で、この子。あ、すごい。ちょっと。あいつすって魚触りに行ったぞ。ありがとう。野生児。行こうよ。オッケー。今だ、今ありがとうございます。ああ、まだいける、まだいける、まだいける。ちょっと食われただけ、ちょっと食われただけ。まっすぐ、あえ、そっち何匹釣れました？私しか釣ってない。クッキーさん、もしかしてイチゴが入りたくてこのためにジャージを今日履いてきてるのかもしれない。そうかもしれない、うん、魚まだパクパク。イチゴが入りで泥だらけになるだろうとジャージを履いてきたらしいのだが、うん、こんなところで大活躍するとは思わなかった。今日たくさん学んだからね、生命の。あ、ほら、おじさんに、私そうね、お、いや、これ引っかかったタイプじゃない？おいちょっと、おい、あ、取れた、よかった、拍手決めてよ、クッキーさん。そうだよ、俺ら餌やり体験しかできてない、やけないから、ちょっともう、たまに持つのはクッキーだから。そうそう、うえー、やったぞ、やばい。それで何度それで。あー、ちょっと奥に。こっちの方もこっちの方が行ったら。あ、ここ。そうそうそう。やばくない？やばい。こいつやばい。こちら、餌やり体験しかできてない。できてない。はい。え、私が一番活躍するの珍しい。珍しい。え、うまっ。え、なんなん？え、うまいじゃん。いつもが取れない。うまっ。どうしたらいいですか。やばいよ。このままだと向こうグループに魚を分けてもらうといけない。もういいよ。あ、いけたじゃん、あ、いけたじゃん。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 やりました。いいぞ。取れました。や
やばい。そして針を抜くのがクキタの仕事です。なぜ分からん。やだ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 。めっちゃ暴れる、めっちゃ暴れる。大きいですねこれ。あ、頭の方に刺さっちゃってる。もう刺さってる。かかってる、人にかかってるだけだから。お職人じゃん。職人職人だよ、職人だよ。モモイのあの可愛いリアクションたらないよ。やべやべやべとかじゃない。今さ、これ卵産んだ、ピピピピって出た。あ、じゃあうんちだ。うんちかよ。うんちだった。うんちかよ。うんちだった。卵とかそんな可愛い感じだった。今3匹。お、じゃあタイ。そう、はいはい。その言うもうないっぽい。ほら、感覚がある。持ってかれた感覚が。ダベさん、いや、全く釣れないんだけど。ダベさんに、いろんなことが何でもできるダベさんの唯一のない才能を見つけてしまった。才能がない。魚釣り。餌つけるのとかまあまあうまいんだけどさ。手先用だもんね、あれだね。まさか。ちょっと針出るぐらいが。うん、あ、いや、いい、オッケーオッケー。